続いては今日は Web2.0 革命でも変わらぬ時間の断り、まあ、このテーマで話をしたいと思うんですけれども、まあ、この Web2.0 革命の時代というのは言うまでもなくドッグイヤーの時代。 まあ過去7年間で起こった出来事が今は1年で起こる、まあ、それほど時間の速度が速くなり変化の激しい時代になったんだと、まあ、よく言われるわけですね、まあ、最近ではこの言葉さえ生優しいと言われる今はもうマウスイヤーだと過去18年で起こった変化が今1年で起こるんだ、まあ、そんなことまで言われる時代この時間というものは誰にとっても極めて大切なもの ではこののの時間といううもににどのように処するべきか今日はその時間の断りというものを話してみたいと思うんですねその話を始める前にまず最初に理解しておくべきことがあるそれは世の中でよく語られるあのことわざ「時間は誰にとっても平等にある」この言葉はよく使われる言葉、まあ、誰もがその通りだと思うしかしこれは本当にそうなんだろうか 例えばそのことを考えるために実は時間というものには二つの尺度があるんだということに気が付く必要があると思うんですね一、まあ、つは言うまでもなく長さという尺度でこれは確かに誰にとっても平等一、まあ、日は誰にとっても24時間一、まあ、年は365日しかし時間にはもう一つ大切な尺度があるんだとでこの尺度は何か密度という尺度ですね でこの密度という尺度はこれは実は人によって極めて不平等例えば一つの仕事一つのプロジェクトに取り組んだときにその仕事をプロジェクトの中で同じように同じ時間を過ごしても何をつかんだか何を学んだかというふうに考えてみると人によっては一つしか学ばない。 まあ、その一つすらら学ばなないいい方ももっししゃるかもしれないけれども人によっては十もの知恵百もの大切なことをつかむ方もいらっしゃる、まあ、これは明らかに時間というものの密度が人によって全く違う、まあ、時間というものは極めて不平等なものなんだということを示していると思うんですねでしたがって我々が時間というものに処するために考えるべきはこの時間の密度をどうすれば 高めるることができるのかとというそのことを深く考えてみるべき、えー、今日はその観点から時間の密度をどのようにして高めればよいのかそこには3つの断りがあるんだということを申し上げたいと思うんですねまず第一の断り監督力を身につけると現在の時間の密度が高まる これはどういうことかというと1、えー、つの経験をしている最中例えば1つの仕事に取り組んでいる最中そこで何を学ぶべきかということ何をつかむかということ非常に大切なことだけれどもこれを考えるだけではつかめるものは限られている一生懸命考えて時間かけてああこうだ考えてああなるほどと思うもちろんこのプロセスも大切だけれども本当は感じることの方が実は時間の効率は圧倒的に早い。 俗に言う直感力とか洞察力、大局観、まあ、こういうものは一瞬にして訪れるものであるがゆえにこの力量というものを磨いていくと時間のミス度は高まるある人にとってはほんの一瞬あるちょっとした経験が何か非常に大切なものをつかむ感じ取る場面になるかもしれないけれども別の方は3時間一生懸命考えてもなかなか良き知恵にたどり着けないかもしれない、まあ、そういう意味ではその監督、感じるうる。 心で感じ取る感じて何かをつかみ取るという監督という力を身につけることによって今現在経験していること仕事プロジェクトその経験そのものからつかめる知恵というものが、えー、実は非常に多くのものがつかめる密度が高まるということですねこれが現在の時間を高めるための断りそして断りにはもう2つあるもう1つは過去の時間の密度を高める方法があるそのためには何が必要か 反省力反省力を身につけると過去の時間の密度が高まるこれはどういうことか一つの経験を終えた後その経験を振り返って心の中で追体験をするそしてそこから何を学ぶべきかを反省するこの習慣を持っていると実はその過去に過ぎ去ってしまった時間の密度そのものが高まっていく例えば昨日一日ある仕事に取り組んだ今日を振り返って昨日何を掴んだだろうか 考えるこれに要する時間はわずか30分しかかからないけれどもこの追体験をし反省をすることによって昨日過ぎ去っていった1日という時間が何倍もの密度になるこれが第2の断り反省力を身につけると過去の時間の密度が高まるそして3番目の断り未来の時間というものも密度を高めていくことができるそれはどのような力によってか想像力 想像力を身につけると未来の時間の密度が高まるこれは例えばある仕事明日ある仕事に取り組むあるプロジェクトに取り組むその時前の日にもしくは何日か前にその仕事の中で何が起こるかを想像してみる。 シミュレーションと呼ばれるものこの全体験とでも呼ばれるものを頭の中でいや心の中で考えてみる感じてみるそのことによって当日を迎えその仕事に取り組む時その未来にやってくる時間というものがすでに密度が高まっているとそのことが起こる特にこの時大切なことがその想像力の中で そこに関わる人々の心がどのようなことを感じどのような心の流れになるかということを想像してみるということが極めて大切ビジネスというものはどこまで行っても人の心を相手にする仕事そうであるならば全てのビジネスの基本はこの心を感じ取る力その心を想像する力従ってこの力を磨いていくと黙っていても最初の監督力現在の時間の密度を高めるという力もまた磨かれていく 想像力を身につけると未来の時間の密度が高まる。これが第三の断り。以上、今日はウェブ二点ゼロ革命によっても変わらぬ時間の断り。そのことについて語りました。